おはようございます。おはようございます。久々にいいアイディア出たね。間違えちょっと面白いかもしれない。こうご期待じゃないですか。オカメをドッキリと、ガチガチのオカメにドッキリ、何でもいいからオカメにドッキリ。そうですそうです。どんなんでもいいから、ね、そうなん、私の中でオカメってなんかもう息子みたいな感じになっちゃったんですよ。ちょっと可愛い可愛いみたいな、ほっとけないような世話焼いちゃう感じのなんか子供みたいな感じなんですよ。ガチでドッキリかけたら絶対おもろい反応するだろうなと思っていつもネタ考えてるんですけど、うん、でこれが視聴者の皆さん、俺がたまらないレイの最後の現場でもうカバン中のやつは入れたと、うん、コンビニで何か買って、まあ、カバン中に入れたんだけど、で車の中置きっぱなしだ、うん、最後のなくなったと、うん、あれを落とせる3万がすごい最後現場の昼休憩の時に、うん、コンビニでご飯を買ったカバンに入れてたんですよ。一緒じゃないですか。でコンビニ電話しろよとかなんかそういうやつなんかやってます。まあまあ別に頑張ってと、うん、まあ、身内には悪いやつはいないって信じてるけど、ね、でこれを俺が岡部がマジで盗んだからお前だろって聞いたぞって言う。相当へこむね、社長に。いやー、へこむと思いますね。相当、人としてだって。でも、それ、一緒に現場行ってないのにってならないんですかね。まあ、それはなまあ、うまいことこっちの圧力で。しかも、家に帰ってから気づいてるんで、レイさんが。あー、あのドバンの時点で、どういう感じだったかも分かんないね。本人は岡部って言ってるでしょ。で、あとは他のやつも、多分岡部がなんかトラック帰ってきて、なんか人の車触っとったみたいな。めちゃくちゃ嘘ばっかりやな。めちゃめちゃへこむよな。そのドッキリって知られたとはちょっとショックかもしれないですよ。それいや、あいつ泣かんかな。いや、泣きはしなさそう。動画食べたっぽい泣くかもしれない。もしくは家で一人で泣いてるかもしれないです。いや、どういう反応だろうな。ちょっとかわいそうだけど、内容的には。ああ、でも悪い顔してましたよ。おもろさって言わんとしてるぐらいめちゃくちゃ悪い顔してましたよ。どういう反応だろうな。いや、でも、うん、やってないことはきちっとやってないって言うタイプの子だと思うんですよ。あ、その人の圧力でやってなくても、うん、なんか、いやーみたいな、こうゴモゴモするタイプじゃなくて、いや絶対僕はやってませんみたいな、でこうバンって絶対に突っ跳ねる子だと思うんで、俺は相当扱ってくる。いや、でもそれでも多分言い切ると思います。岡部はやってないですってみたいな感じ、顔だけ不適されてそうそうそう。で、ただ一つ難点がこれ、多分翔くんやカンタとか、まあ、ケンさんとか、いろんな人に言われてるんですけど、不適された顔するんですよ。あ、わかる。不適なんかその顔で苛立ちを表すみたいな。現場の最中でも何か言ってもこうふんってふてくされた顔をするらしくて、それをやめろって散々怒られてたんで、多分間違いなくふてくされた顔、癖なんですね、多分そのふてくされてる顔。俺もうまく言わなかった。やめてきとか言うよりは、あ、そうですね、ちゃんと言い訳あんの言えよ、うん、自分の口からちゃんと言えっていう。楽しみですね。やってみましょう。ちょっと俺もうこれ、はい、もしもし。あ、松井君。はい、お疲れ様です。お疲れ、どこ。あ、いや、今ですか。うん。今現場から戻ってる。今さ、岡部をさ、はい、ドッキリはめるためにドバまで来てんだけどさ、はい。で、この間さ、なんかレイにも何も言ってないんだけど、はい。レイがなんか財布盗まれてたとか言ってたじゃん。あ、なんかなったって、はい。うん。で、それでなんか、俺岡部って聞いてんだわ、とある人間からみたいな感じで、俺一人ではめる予定だったんだけど、はい。だってもうみんな呼び出すもんで、ね。松田君とリュウジも。ああ、了解です。はい。で、うまいこと、いや、実は僕も聞いてますとか。ああ。で、俺が言うもんで、はい、だんだんはめていこうかなと思って。ああ。で、誰でもいい、誰に聞いたかは、まあ、言えないですとか、まあまあ、僕らは実習生ですとか。はい。でも、その時のこととかも、なんか適当になんか合わせてくれやれば、なんか面白いこと言ってくれやれば。はい。とりかくカメラ回してるもんで、実際なんか岡部がその日からでもマジで金持ってるんですよね、とか。なんかあいつがどんどんハマるみたいで、あいつがもうみんな犯人だと思っちゃうみたいな。全員があいつのことを、まあ、まあ、実は薄々岡部だと思っとったみたいな。あ、はい、うわ、あいつもう泣くかもしれない。会社辞めるっていうかもしれない。ね、なんだかわいそう。最後は慰めてあげて、みんなで。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。待ってます。
視聴者の皆さん、この電話でちょっと内容が分かったと思いますけど、ね、今日はあの岡部君を、もう実際に本当に財布が盗まれて、レイってやつをね。盗まれたのか、どっかに行っちゃったんだよね。やっぱ岡部かもしれない。それはないわ。この動画見て、岡部ごめんな。それはないわ。こいつどうでもいいんだよ、やっけ。岡部さん。岡部はもうそういうことするやつじゃないから。絶対そうなんじゃないと思う。絶対そういうことしんから。そこまで困ってたとしても、そんなことはしないでしょ。あいつ優しいじゃん。ここの辺がめちゃくちゃ優しいから、この人を傷つけたり、そういうこと絶対しんないんだから。そういうことないですよ、視聴者です。だからこそ騙せるんだけど。そうですね。自信持って言えるから。そう。いやもうなんか心痛い、なんか騙す内容が。お前ら心痛いって俺ばっか悪いもんね。違う。お前ら二人で考えられただろ、これ。違う。騙す内容が。手紙のコンビ。私たちがいつも腹黒っていうね。心痛いとか言いながらニコニコしてるかお前ら聞かない。そうなんだけど、面白そうは面白そうだけど、その騙すとかが、内容がかわいそうじゃないと思って。すいません、お疲れ様です。はい。ちょうどカメラ設置しといても勝ちたいからです。で俺は見てないけど、うん、俺もう出れんくなっちゃって、俺はあそこに隠れると思うとこ、すみません。あいつがトラック抜けた瞬間に出て、ペコちゃんも、カンタも、全員呼び出された、社長。で、翔太もみんな部屋入って。ちょっと待って、カンタは分かるけど、私もですか？送ってきたみたいな、テリーちゃん。ああ。話があるね。で、マジで話したから。で、まさにだから、リュウジュウもいた。ああ、はいはい。で、まあ、30分で来るうちで、まあ、全員部屋入って、はい、まあ、実は、まあ、例の最後に、で、デイだけ知らんだろ。知らんかった。レイさんの反応もどんな感じかしら。お前が俺発信したってことですよ。ああ、そういうことですか。私絶対嫌だって言うんですよ。で、ペコちゃんから俺来たみたいな。お前も聞いてんだなって。その盗んだっていうのを、うん、私が社長にチクったってことってことですよね。そう何を盗んだって。財布財布。あいつちゃんとレイの会社なんかなくしたとか言ったじゃん。ああ、はいはい。それを、お金のせいにするんだって。マジかわいそうだけど。でももう、あの、すでにオープニングはちゃんと撮ってあるの。ありがとうね。いいんだよな、これ。この、ドッキリな。はい。今まで一番極悪な動画。本当に多分そう。もうみんながみんな心を鬼にしないといけない。一番罪ないもんね、お金。ない。お前のために正解はしたね。社長、マジで
ャラスで行こうか。うわしまったー。めっちゃ引っ張られてた。その後みんなこらえたのに。めちゃめちゃさ、じゃあ俺も押しとすかって言われて。どうしようこれ。ここ押しとすの俺。まず YouTube どうやったの？いやでも俺、いや笑う前に、あんま笑っとけよ、まあ、でも撮ってないよ、めちゃ見てるから。その時のカンタの顔、面白かったし、ね、あと中間ちょっと口持ってやったりして、ダメなことになってるの。俺やばい、じゃお前らが笑っとったのか。俺、これ違う違う、それが笑いできたんだよ、ほんと。お前が悪いぞ、マジで。なんで俺なのみたいな。いや、面白くなるよ、どうやるのみたいな。でも、そこで、本当は実は、僕めっちゃ可愛いです。ええって。いや、ショックだ。でも言われて。あいつ一緒で。何でも疑われるんだ。しかも、みんな集まってじゃないですか。みんな、俺、クリアと思って。クリアって言うのに。やったのに、なんでクリアって思う。でも、うちらこっちが知っとる側は、逆に、このドキルをやって、岡部がやめちゃわんかっていう心配をしてたんで、濡れ着直してるわけだから、ドッキリで。それがこの会社が嫌になって、ドッキリって告白しても、そうお前がもうこんな感じ嫌だ、こんなドッキリやる。だから全然別にやってないから、全然。さすがに疑われたら、でもそれを全員が疑ってくるんですよ。それ痛いっすね。この中で思われてたみたいな。あ、そうそう、実はみんなお前が気づいちゃったけど、全員お前を疑った。誰か聞いたのか。やばいっすね。そうなるはずだったんだけどね。社長さんが失敗しましたね、珍しく。いや、助かりました。社長さん、これはなんかお前がかわいそうだよね、もうなんかすげえ顔してたもん、最初の判断。え、どういう仕組みだったの。色と思ってます。何色だ。色も知らないぞと思って。かわいそう。かわいそうだけど、でも岡部しかいないんだよ。ハペコちゃんたちがもし俺に疑われたら、お前がはっきり違いますって言ってるけど、めちゃくちゃ不適されるの。やってないことはやらないでいいじゃん。やってないことはちゃんとやってないって。なんかもう俺がブワーって言って、お前らがもうみんな言っとるのもやっとるだろ。すいませんって言うけど、顔は 100% 不適されますって。その顔が見たいんだよ。それはみんなから言われたから、 100% それはしますって言っとったから、それがもう困ったんだけど、ああ、まだ行かなかった。そこまで行けんかった。まあまあ、ね、いい顔したよ。少々皆さん、はい、俺の失敗で、ちょっとこの動画を見ていただけるかどうかちょっと分かりませんが、大失態だ、大失態。前代未聞ですね、今までないですね。前だ、こんな失敗は。たぶんお前のせいだって。自分っすか。お前のせいだって。メンタルやられるんで、やめてくださいの。よかったね、早めのネタバラシでよかったね。少々皆さん、またちょっと面白いドッキリ、最近ちょっとね、メオとペコちゃんがいろいろ考えて。私たちは悪者にしないでください。また面白いの出してくると思いますので、ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。また来てねー。